お前やれる、お前はやれる男だ。お前はやれる男だ。乾杯。乾杯。乾杯。そんなに緊張すんなって。そうだよ、別に正式なお見合いじゃないんだから。とりあえず自己紹介しろな。井上薫、25歳です。公務員やってます。結婚前提にお付き合いしたいと思ってるんで、よろしくお願いします。お前エンジンかかりすぎたぞ。公務員ってどんなお仕事なさってるんですか？役所に勤めてます。あ、そうなんですか。趣味は何ですか？趣味ですか？特技でもいいですよ。特技はして、うん、井上君にはゆっくり考えておいてもらって、じゃあ先に、あ、佐々木さんの自己紹介してもらおうかな。はい、佐々木さんお願いします。佐々木智美、24歳です。三つ友商事で OL をやっています。趣味は映画を見ることで週に一度は見てます。もっぱら家で DVD を見ることが多いですね。あとはご飯を作るのが得意で、肉じゃがが得意料理です。佐々木ちゃんは何年ぐらい彼氏ないんだっけ？もう3年近くいないんです。井上くん、井上くん、そろそろ特技思い出したかな。君さ、東北出身でしょ？多分青森。え、今日のお昼カレー食べた？もしかしたら昨日の晩ご飯かもしれないけど、それに彼氏が3年もいないっていうのは嘘だよね。それさ、偽物だから買ったお店に文句言った方がいいと思うよ。人は嘘つくときにさ、視線を左に向けんだよね。こんな感じで。それにちょっとごめん。え、お前、はい、井上です。仕事か？勘弁してくださいよ。今日待ちに待った非番ですよ。人生のかかった夜なんですから見逃してくださいよ。あ、聞こえましたよ。嫌な感じですね。お前の連れ合いはそう簡単には見つからないよ。俺が保証する。そんなことないですって。何カレー食った？今もかなりいい感じだったんですから。都知事殿が行動予定ない。突然のお出かけだ。行き先が豊洲のシネコン、着は22時予定。俺が先着してるからお前もすぐに来い。そもそも俺たち都知事担当じゃないじゃないですか。増員して6人体制で行くことになったんだよ。本当は明日発令の予定だったんだが。総理大臣並みっすね。いろいろと黙ってられない人だからな。脅迫かなんかあったんですか？わからん。いつもの通り俺たちのところに大した情報は降りてこないよ。とにかく1時間以内に到着しろ。了解しました、係長。近いうちにお前にぴったりの女を紹介してやるよ。マジっすか？陸上自衛隊と海上自衛隊どっちがいい？勘弁してくださいよ、うん、切りますよ。待ってるぞ大橋さん。
何すかこれ。都知事側がリークしたんだよ。何のためですか。都知事の甥っ子が出てる。映画の宣伝のためですか。甥っ子に頼まれたんですかね。知るかよ。面倒なことしてくれるよ。一般客映画館の中についてきちゃいそうですね。周りの席の確保しておきましょうか。もうやってやる。俺はマスコミを整理してみるから、お前はいつものポジションだ。いいっす。したことがあるんで。なんともないね。警察の人って横暴やな。
まだやる。あんたマジシャンの方が向いてんじゃないの。おりゃー、大丈夫か。手錠を貸してもらっていいですか。持ってくるの忘れちゃって。ところでこういう場合は所轄の警察署に引き渡すべきなんですかね。それとも公安とかそっち関係ですか。分からん。 SP の歴史でテロリストを逮捕したのはお前が初めてだからな。この放送はドコモグループとご覧のスポンサーの提供でお送りします。昨日の一件本当なんですか。情報早いな。警護課だけじゃなくて本庁全体がその噂で持ちきりみたいですよ。本当みたいだぞ。だとしたら前代未聞の大事件ですよね。テロを阻止したのにか。石田さん、テロリストを逮捕しろだなんて警察学校で教わんなかったでしょ。俺たちは動く壁でしょ。 VIP を守ることだけに集中すればいいんすよ。それなのに逮捕なんてしやがって。ただの目立ち上がり屋なんすよあいつ。そんなに井上のこと嫌いか。別に嫌いってわけじゃないですけど、なんであいつ新人のくせに髪型が自由なんすか。 SP は七三が基本でしょう。今時七三にしてるの前ぐらいだぞ。とにかく尾形さんに気に入られてるからって調子乗ってんすよあいつ。そもそもなんで小笠さんも東大の法学部出て一般採用に入庁してんすかね。わけわかんないっすよ。キャリアで入ったら現場に出られないからだろ。あの人はいつにじっと座ってんのが苦手なんだよ。はあ、なんか人間関係複雑でストレスたまるな。お前も今度テロリスト逮捕してみるか。ありっすかね。おはようす。おはようす。おはよう。昨日の話知ってます。噂には興味なし。それより男紹介してよ。もう忙しくて合コンする暇もないよ。あんたの友達いない。なんかこう関サバみたいにピチピチして身の引き締まった男。関サバっすか。食べたことないんですけど。おはようございます。おはようございます。逮捕の件本当ですか。あまり言うふらすなよ。なかった話なんだよな。どういうことですか。上の判断だよ。事件の背景や動機が見えてくるまでは黙ったまま様子見ってことだ。下手に発表して模範が出ても困るからな。マスコミにバレたら大騒ぎになるんじゃないですかね。それに井上の手柄はどうなるんですか。子供みたいなこと言うな。まあとにかく都知事関連はいろいろとあるからできるだけ穏便にってことだよ。井上もそれが分かってるからマスコミの前でテロリストを捕獲しなかった。買いかぶりすぎじゃないですかね。いきます。いきます。おはようございます。原川さん、公務執行中にスーツに穴が開いたんですけど、スーツ代って経費で落ちますかね。どんな状況で開いたの。仕込み杖で刺されそうになって。相手は座頭市。本当ですよ。絶対に買いかぶってますって。尾形、井上を連れて私のデスクまで来なさい。井上。警護課員の職務は何ですか。要人の警護です。警護課員の職務は何ですか。あらゆる危険から要人を守ることです。警護課員の職務は何ですか。警護課員の職務は何ですか。
でもテロリストの捜査や逮捕は公安部の仕事です。要人に危険が迫った場合、警護課員のすべきことは要人の盾になるか、要人を安全な場所に素早く退避させることです。わかりましたか？はい。戻ってよろしい。失礼します。君が引っ張ってきた人材なんだから、何かあったら君に責任を取ってもらうよ。それに暴走しがちな君のお気に入りたちの手綱もよく握っていてくださいよ。刻一刻と変わる現場の状況に臨機応変に対応できる人材を揃えるのが警護課の急務なんです。今がテロの時代であることを認識してください。誰でも拳銃を手に入れることができるし、誰でも要人に向けて引き金を引ける時代なんです。言い過ぎでしょう。 SP はいつまでも動く壁のままでいろということですか？そんなことが直接上に言ってもらえないかな。それか国家試験を受けてキャリアでもう一度入庁し直せばいいんじゃないのかね。殉職者が何人も出ないと変わらないってことですね。僕は30年も警護官にいるんだよ。君の何十倍も痛いことを抱えているよ。でも定年退職までは口を開かないわけですね。トラブルですか？いえ、職務事項を伝達していただけです。戻ってもよろしいですか？いつものメンバー連れて都知事の警護につくように。昨夜の事件の背景が見えてくるまでは3係の都知事担当警護官も含めて9名の体制で動いてもらいます。了解しました。あ、岡田君、昨夜はお手柄でしたね。これからも一層職務に励んでください。ありがとうございます。西島理事官。昨夜の容疑者身元は判明しましたが、前科もないし公安のブラックリストにも載っていなかったそうです。それにただ刃物を持って映画を見に行っただけなのに無理やり警察の人に逮捕された、不当逮捕だという供述だけを繰り返しているみたいですね。都知事を襲う意図はなかったということですか？そう供述しているみたいですよ。それに先に手を出したのは警察の人の方だと。どうもこちらの部が悪いようですね。まあ客観的に今の状況を言えば単なる銃刀法違反の人間を公安に引き渡したということになりますね。容疑者の自宅を洗えば何か出てくるかもしれませんが。それこそ不当捜査でしょう。容疑者が本当に都知事を襲っていたらそれも可能だったでしょうが。まあ都知事関係は引き続き警戒レベルを上げておきましょう。これからの捜査状況によっては警護人員を増やす可能性がありますので承知しておいてください。わかりました。昨日の飲み会どうだったの？いい感じだったんですけどね。いいとこで邪魔が入っちゃいまして。あ、嫌な感じっすね。でさ、いい男いない？なんか関サバみたいなピチピチで身に締まったやつ。関サバっすか？食べたことないっすね。それよりいい女の子いないっすか？どういうのがいいの？一応聞いといてあげるよ。なんかこう散歩下がってついてきてくれる感じで、薄化粧で働き者で足首なんかこんな細くて、基本綺麗なんですけどたまに可愛くなったりする子っているじゃないですか。いねえよ。え？お前一生結婚無理だな。できますって。都知事の警護に向かうぞ。石田、佐藤本、山本、井上、必要な装備を素早く行え。はい、はい。今年中にはより広範囲に緑化を進めるために海の森の募金を新たに緑化募金に拡大するとともに、文化スポーツの活性のために今後4年間でおおむね70万本まで増やしていきたいと思っています。また校庭の芝生化や都市空間隙間緑化などを着実に進めて10年後の東京の目標を達成していきます。もう一つ子育て応援戦略ですね。それともう一つ建物の耐震化推進、この2つのプロジェクトのための会議を設置します。これは、2つとも全市横断的な戦略会議として10年後の東京に掲げた政策の実現のために施策の具体化に取り組んでいきます。子育ての支援に関しては待機児童5000人の解消や子育てと
仕事が両立できる雇用環境などの整備の実現について課題は広範囲にわたっております。社会全体で子どもと子育て家庭を支援する取り組みを強力に推進していきたいと思っています。それでは質疑応答始めましょうか。今日こそまともな質問が出てほしいわね。ちょ、勘弁してくださいよ。はい、どうぞ。あ、先日より、何度かお話に出て。なんだよ。お前が目障りだって都知事の人からクレームがついたんだよ。なんでキレてんの。真面目に仕事してんの。真面目なんだかサボってんだか分かりにくいんだよお前は。そんなこと言われてもな。とにかく会見場は大丈夫だから会見が終わるまで俺たちの控室にいろよ。本当大丈夫かな。大体ここは警備がぬるすぎるよ。金属探知機もないしボディチェックもやってない。記者クラブの中にテロリストが入り込めるか。あ、記者がテロリストになったら。そんなことありえないの。会ったことがないの。なんで生きるん。小学生かお前は。いいから来い。他にありますか。ないなら終わるわよ。はい、そこの人。昨夜の映画鑑賞の際に公用車をお使いになったそうですが、都知事におかれましては公私の別をどのような基準で。バカな質問しないでくれる。政治家に公私の別なんかあるわけないでしょう。本当に時間もったいないわね。これから杉の音をカットするわよ。勘弁してやってくださいよ。今日は終わります。バカ呼ばわりされたの今年に入ってから6回目だな。記者クラブの名を汚さないようにちゃんとしてくれよな。僕は東大の法学部を出てるんだぞ。バカじゃないぞ。女のくせに。2016年東京大会選手村予定地に今日は大川都知事に来ていただいています。よろしくお願いいたします。こちらが選手村予定地ということなんですが、どのような選手村になるんでしょうか。この31万平方メートルのこの土地にですね、宿泊施設、レジャー施設、レストランなど。かわいいな。緑と水。最後の突っ張り素晴らしかったですね。おかげさまでなんとかあの場面で突っ張りが出たと。こちらは振り返る若者という作品で、パーク4枚の30歳の頃一番油が乗り切ってる時の作品と言われて。どうなってるんだあいつは。ここには危険が存在しないって我々にメッセージを送ってくれてるんです。だから安心してください。お疲れ様でした。では集合しましょう。尾形さんと井上以外明日の午前8時に自宅前に集合。尾形さんたちは午前10時までに立ち入り先の東京仕事センターに先着して検索と消毒を済ませておいてください。はい、はい。明日は午後に街頭で応援演説の警護があるので今日はゆっくり休んで気力体力を補充しておいてください。帰りがけの一杯、いや四五杯は控えるようにお願いします。はい、わかりました。
ここまでの放送はドコモグループとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あんま気合い入れすぎんなよ、体固くなんだから。分かってますって。まあそこまで力抜かなくてもいいけどね。ほんと買いかぶりすぎっすよ。一日中ぼーっとしてるだけじゃないですか。あんなやついざというと玉よけとしても使えないっすよ。そう、私はそう思うんだけど。なんすかそれ。じゃあ試しに本気で殺してやるって思いながら井上のこと睨みつけてごらん。何言ってんすか。いいから。ね。偶然に決まってるじゃないですか。大丈夫か。大丈夫です。何かありそうか。今んとこないっすね。公安の連中もうじゃうじゃいるみたいだし、ここは大丈夫だと思います。見分けられるのか、公安の連中は。雰囲気は全然違いますからね。木の下にいる風船配った男、あれ俺の同期です。潜入捜査ばっかりやらされて大変みたいですけどね。警護課もアメリカのシークレットサービスみたいに独自の捜査機関を持つべきなんだよ。俺たちはデュラハンじゃないんだからな。何すかそれ。アイルランドに伝わる首から上、つまり頭が存在しない騎士だよ。あのジョニー・デップのスリーピーホローに出てきたやつっす。ああ、それだ。でも捜査機関より現場の整備の方が先だと思います。アメリカじゃ VIP が演説するときは銃撃に備えて背の低い防弾ガラスを VIP と観客の間に立てておくみたいですよ。いざというときに VIP はそれを防弾用の盾にするんです。それに日本は狙撃対策は無防備すぎますよね。ここなんかどうぞ狙撃してくださいって言ってるような場所ですよ。確かにな。そもそも上の連中は狙撃テロなんて起こるはずがないと思ってるから。都知事一行まもなく到着。俺は持ち場に戻る。もし不審者を見つけたら遠慮なく逮捕しに行けよ。分かってます。車のバックファイアです。繰り返します。車のバックファイア。ああいう感
環境によろしくない車はもっと厳しく規制しないとダメですね。そうだそうだそうだ。あ、とにかく私が言いたいのはこのお二人に任せてやってくださいということなんです。二人にマイクを譲りたいと思います。防弾チョッキの装着忘れるんだよ。まあ守るやつがいるとは思ってないけどな。どうしたか。いや、なんか嫌な感じがするんですよね。胸の奥がざわつくっていうか。体調でも悪いのか。いえ、体調は大丈夫です。元気ビンビンっすよ。秘書に叱られすぎて鬱になってんじゃないのか。そうかもしれないですね。まあ適当に流しとけや。はい、ありがとうございます。おはよう。歩きたまえよ。君ね、僕の力で君を町の警察署に飛ばすことだってできるんだよ、うん、君、僕の言うこと聞いてるのか。これは前回環境省が実施して以来25年ぶりとなる調査でありまして、現時点で判明している中でも学術的な価値のある発見がいくつもありました。ちょっとこれを見てください。例えば南大東にしかいない新種と思われる陸上に生息する貝類、不思議な貝ですけどもね。イバサナギ貝などの発見や、世界に珍しい岩石玄武岩ですけども、これも火山爆発の時に面白いぐらいできたんでしょうが、そういったものを発見しました。さらに南大東が唯一の繁殖地とされる海鳥、これは絶滅危惧種のクロウミツバメの生態映像を世界で初めて収録することができました。今後学術的な価値の詳細な分析を加えまして、政府がユネスコに提出する小笠原諸島の世界自然遺産登録推薦書にこれを盛り込みまして、先進国 GA としてとして初めて。どこ行くんだよ。帰り。嘘つけ。どれ。
それでやれ。俺も一緒についていくから。それじゃあ質問に移りましょうか。今日は誰か。はい、どうぞ。小笠原全体を世界遺産にするのは難しいという話がありました。何をするつもりだ。何なんだあいつは。何かありましたら私が責任を取ります。それから場所によるし、集まった聴取によってなかなか印象ですね、出してるように感じますけど、冷静な目先にはなかなかなりえないんじゃないですか。マカロフの確保をお願いします。山本、佐本、本陣の安否確認と安全確保。はいはい。大丈夫か。嫌な感じがしたんで念のため来てきました。僕は東大の法学部出てるんだぞ。ちくしょう。あの手錠忘れちゃったんですけど。またかよ。お前は前代未聞だよ。もうすぐ救急車が来るからな。全然大丈夫ですよ。素直になれって。病院に行けばナースとも出会えるし。そっか、ナース。都知事サイドと記者クラブからの強い申し入れで今回の一件は一切公表されないことになりました。ちょっとそれどよって。一切口外しないように。わかりましたね。井上以外は引き続き都知事の警護につくように。スーツ経費で落ちなかったら私のポケットマネーから出してやるからな。ん？以上。
お誘いゼロですか。事故が起こりにくい場所だ。気を抜くな。公安情報だと加藤元総理みたいですよ。 SP なんてただのお飾りじゃないですか。病院内で要人が襲われた事件はこれまで一度もないので大丈夫でしょう。予定通りだ。計画通り実行するぞ。なんか嫌な感じがするんですよね。生きてりゃ俺たちを倒せるチャンスが 1% ぐらいはあるぞ。軍人かな。